ザ・天禄特集第2弾、2つ目のコーナーですね。2つ目のコーナーはドリテク塾。まあドリテク塾はですね、まあ天禄ですから当然天禄でドリフトといえば86と、アシスタント講師としまして、まああのマシンチェックです。川崎俊英、お任せください。そして広島からはるばる徒歩でやってきた谷口です。よろしくお願いします。まああのこのラリーキッズに、ね、初めて来ていますけど、なかなかレベルの高いサーキットです。これは丸です。おすすめですね。タイムアップにもドリフトにも両方使えるサーキットであると、そう思います。まずはオーナーからですね、意見を聞いて、俺はここを教えてもらいたい、1コーナーだとかね、ヘアピンだとか S 字が難しい、そういったところをオーナーから申請してもらって、重点的にそういうところを直していきたいと思います。一歩でも二歩でも出力使いを近づけ。違う。一歩でも二歩でも出力使いに近づけ。始まりましたよ、ドリテク塾。それではコースチェック行ってみたいと思います。まずは初登場ラリーキッズイーナのお手本走行からプリーズでございますよ。まあ踏み切りでいけるってのがいいね、86はね。ホワイホワイ、86だと余計に気合が入っちゃう塾長、今日はいかがかな。やっぱノリノリだわ。ドローンに乗せるとパワーが上がるぞ。ラリーキズイナはまず 1,2 コーナー、そして 3,4 コーナーと2つのコーナーをつなげて楽しめるのが特徴。その後に来るコーナーもコース幅が狭いため、ライン取りや操作ミスは即コースアウトにつながる難しいコースよ。1キロという短さだが、コーナーのバリエーションが豊富なため、塾長気合一発ぶちかましの模様。よしよしよし、成功。まあこのようにしてサイドを使うといいんではないかな。はてさて、読者は10個あるコーナーのうちどのコーナーでの特訓を希望しはりまんにや。面白い面白い、これは。まあエンジンがね、ノーマルエンジンだからちょっとね、パワーがないんだけど、踏めるとこは踏めるし、で、もう非力だからって、非力がね、デメリットにならないのが 1,2 コーナーね、1コーナー2コーナーとか、あのインフィールドなんかもちゃんとうまく回転さえ合ってれば全然問題ないって感じ。まあだから、まあ俺が86に乗るとしたら86買ってエンジンに手を入れて、で、常にアクセルに反応するようなパワーまで上げてくるね。フルチューンじゃなくて、ちゃんとこうアクセルに反応するタイヤのグリップがね、そういうところまで持っていくとすっげー走ると面白いと思います。走る前の希望では全員が2つのコーナーをつなげて走りたいとのご返事。人気は 3,4 コーナーに集中。では恒例の実力チェック。ここでの結果次第では特訓コーナーの変更もありうるってわけなのよ。レベルとしては初心者だね。ハンドルで、ま、曲げようとしてる車を。12号車はね、12号車は後ろのタイヤを基礎タイヤ入れて滑らしてるだけ。11号車も12号車もまあでもスピンができるから初心者の上かな。中級に手が届いてる初心者。さあ、86使いを目指すマドモアゼルめぐみちゃんはどうざましょう。リアタイヤのグリップがどれだけあるか自分で把握してない。これも14号車もね、ハンドルだけで曲げようとしちゃってる。車をねパンと切って、86っていうのはパンと切っても曲がんないんだよ。そこまでのスピードが出てないですよね。だからそもそも進入で荷重抜けたままハンドル切ってアクセル踏んでるからブリ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 って言ってるよね。初心者クラスだよな。サイドからのきっかけしかできねえとタラタラ言ってた下釜くんはどうかいな。これはね、中級に手が届いてる。15号車はね、中級に手が届いてる。その流れた後のアクセル、ブーっていう、ね、後ろのコントロール、向きの変え方をどっちに出口に向けるためにどのぐらいアクセルを入れて戻したらいいかっていうのは分かってる。ただコントロールがひっちゃかめっちゃかだけど。実力チェックの結果、車速を乗せられない横山くんには
必然的にスピードが出る 1,2 コーナーが選ばれた。 3,4 コーナーよりエスケープも広いため、ここで自信をつけさせるのが目的。しかしいくらエスケープが広いとはいえ、ハンドルだけで曲がろうとしていた横山くんがこんなハイスピードコーナーで本当にできるようになるの塾長。さあ特訓開始。ビビってんなそこでな。2でタラタラ来てますよね。まず流すことだ。1コーナー1コーナーで無理してやんなくてもいいから、ここでやってみな。だから2つやろうと思わないで、ここでうまくいくように。でここでできるようになったら1コーナーからやってくれ。いいから、まずは2コーナーの攻略が先決ということでございますですがね、塾長。うまい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 、いい感じだいい感じだ。ステアリングを切り込んでからフットブレーキ使うように。ステアリングを切り込んでからフットブレーキ、はい、切ってからブレーキ。これは案外どのコーナーでも使えるテクニックなのよ。よしよし、いい感じだ。ブレーキ出るようになりましたね、うん、そうやって乗るんだよ、そうやって。その車はいい感じいい感じ。角度は浅いがグッドフィーリング、2コーナーでもうちょっと角度つけたかったらブレーキングの時間を長くしてみな。しかしブレーキングを長くするとアウトまで払わない。角度をつけたいんだったらブレーキの時間を長くするんだけど、そうするとイーンって回っちゃうだろ。それは1コーナーのスピードも遅いから、1コーナーのスピードもうちょっと乗せてきて、ブレーキングをここでかけたのを3メーター手前でかけてやる。そうするとその手前から向きが変わるから、向きが変わったらもうアクセル入れてやれば外まで払んでくるから。いい感じいい感じだいい感じいい感じ。今のは強すぎただけだ、ただブレーキが。だからあの速度できたらもうちょっと弱いブレーキングでも大丈夫だってことだよ。今のいい感じだよ。スピードは悪くない。うん。おお怖え。今スピンした理由は、まずあの速度で来れるんだけど、あの速度で来るためには動作を速くしなきゃいけないんだよ。速度が上がる、動作も上げる。稲妻シフトに稲妻ハンドリングとか、うん、そうですね。オッケーオッケー、慣れるから大丈夫、慣れるから大丈夫。車速が上がったことで手順を忘れてるね。でもその未知の領域に入らないとレベルアップしないですからね。そう、できたじゃんできたじゃんできたじゃん。2コーナーができたところですかさず塾長が登場。1,2 コーナーをつなげるお手本走行。塾長は横山君に対し走りのイメージと目標をつかませる作戦に出た。3であのスピードで曲がるんだから2に落とすって言ったから、ちゃんとラインさえ守ってればいけるんだよ。さあ横山行ったれや。いいじゃんいいじゃん。ちょっとラインはイン側だったけど、やっぱこれができないとね、86乗りは元気のいいドリフト、これが86。いやもう満点っすよ、今日一日であれぐらいできるんだから。教えてもらったことめぐみちゃんも同じコーナーで特訓。横山くんがかなり上達したためプレッシャー倍増。86使いに近づくためにも頑張れめぐみちゃん。1コーナーでやんねえ方がいいな。1コーナースーッと来てここでやれって言うか、うん、お前何がいけねえか乗ってみろ横で。おーも俺が見てるとね、腕力なのかそれとも鈍いのか全部遅いんだよ。カウンターを当てるのも切るのもカウンター当てるのも戻すのも遅い。一気に借金を返さずにゾーンで返していく、ちょっとずつ返していく。うまいうまいうまい、この熱いのにうまいよ。もっと早く入ってこないとアウトインアウトのドリフトは続かない。でカウンターしたらすぐアクセルに入る。そのアクセルに入るのもその時間があるっていう、長いっていう。ドリフト状態を長く保てない原因はスピードとカウンターとアクセルコントロールの関係。とりあえずタイヤがやばいっす。これもちってます、内臓破裂状態です。これ普通ワイヤ出ても繋がってるんだけど、破裂してるからちぎれてますよね、うん、内臓破裂してる。
タイヤある？あります。じゃあタイヤ変えよう。どうしてもやっぱりカウンターがね、完全に横 G が冷える頃になってカウンター戻してるから遅いんだよね。気を取り直して特訓再開。カウンターとアクセルコントロールの関係にご注目。さてめぐみちゃんどうか。だんだん良くなってきた。戻しがな。だんだん良くなってきた。こう切ってカウンター出て戻すタイミングがこうふらつかなくなった出口で。お早くなった。早くなったじゃん。いいじゃん、めぐみちゃん。スピードは OK なんですがね、腕力が足りないためか手を離してしまう。これではカウンター量が余計に増えちゃって戻すのが苦しくなるわけ。アクセル入れるのって自分ではそれでいいと思ったんですけど、うん、そうじゃなくてもっと早く入れなきゃいけなかったんだって思った時に、車速を上げて、カウンター出たらもうアクセルバンって入れてやると動きが車の動き変わったんで、あ、こういうことなんだって初めて納得して分かったんで。続いて応募時から2つのコーナーをつなげられるようになりたいと言っていた西尾くん、本人の希望通り 3,4 コーナーでの特訓と相なった。このコーナーで犯しやすいミスは3コーナーの R がきつく見えるため車速を殺しすぎてしまうこと。西尾くんはこれに見事ハマり、ブレーキロック、リズムがつかめない模様。タニングチとドライバー交代です。タニングチとドライバー交代。彼の場合はまあ見た目の車高のバランスは本人が言うほど悪くないんですけど、余計にこうふわ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 動く傾向がありますね。ショックとバネのバランスが合ってませんね。アンダーオーバーも激しいんで、だからその車に合ったスピードでコーナーリングするっつうのも大事ですよね。やっぱどうやったら車が曲がるかっていうことを勉強するように。はい、はい、我慢汁がいっぱい出てます。もうジョンブレーキ、はい、ブレーキブレーキブレーキ、ハイアクセルブレーキ、このような感じだね。ブレーキはね、もうそーっとだよ。もうそーっと、そーっと、もうこんだけ。もうそーっと踏んでるだけ。で、ハンドル切って待つ。そんなに進入速くなくても今の。まあ、じゃあ若干オーバースピードの方がいいよ。アクセル入れるのが遅いですね。4コーナーがアンダーだから、3コーナーは必然的にできるから、4コーナーだけ谷口がやるから、どうやって曲げてるか見て。だからまず3コーナーは大事なんだけど、3コーナーはまあ無視して綺麗に曲がってこう膨らんで、この辺からこう出す、こういう感じで。ここで教訓、2つのコーナーをつなげるときはまず2個目を攻略すべし。これでまあ減速ブレーキ、ブレーキ、ハイアクセル、ブレーキ、アクセルって感じ、タイミング的に、うん、西を行け。ちゃんとブレーキの使い方さえ分かれば向きが変わる車なの。だから、まあ、谷口の横に乗ってどうやって曲げてるかが分かったんじゃないですかね。今度は3コーナーからつなげるのにチャレンジ。さっきはもう全然チグハグでおかしかったもん。今そうそうそう、ちゃんと2つとも3コーナーも4コーナーもカウンター当てられるようになったからね。あれが続けばいいんだけど、3コーナーの進入速度をもうちょっと上げてやればいい。西尾くんが谷口講師のように進入速度を上げられないのは3コーナーでコースにごまかされているため。進入の R はきつく見えるが、実は出口は広くなっている。要は自分の走るラインがどうなっているのかに気づかなければ何度走っても同じなのよ。分かった西尾くん、踏んできて横にしてきて、もう一発ここで横にしたいからブレーキ踏んでんの。でさらに横にして、あとはアクセルで持ってく。あ、いいよ。今のはグー。
まかしの効かない86だけに進入速度や回転の落としすぎは命取りになる。西尾君は見事これを克服。あの進入の時のブレーキの残し方、その辺がちょっと分からなかったのを谷口さんと土屋さんに教えていただいて、だいぶいい感じで行くようになりました。舞田君は再び1、2コーナーで特訓。普段は峠専門のため、今回はハイスピードドリフトをマスターしたいとのこと。あのね、1コーナーで横にするのに無理がある。1コーナーってのは自然に流れてきて、2コーナーで流すっていう考え方じゃないと、1コーナー無理っくり流してきたら2コーナーは続かない。ここでは1コーナーの遠赤にごまかされ、先を考えずに横にしてしまいがち。そうするとドリフト状態にしてはきついラインを走る羽目になり、2コーナーがすぐに迫ってくる。そこで強いブレーキングとなり、ドリフトが止まってしまう。この罠にはまらないためにも、2コーナーを重視したライン取りが必要になるのだ。さ、今のだともうずっと1コーナー無理に流してる、はい、だから一回元に戻ってニュートラルステアになって、それからまたここに入ってる。だから 1個目は感性で浅くスーッと流してきて、あーもうパワーダウンだなっていう時にうわーんとアクセル踏んでる、はい、すると2コーナーに向かってくるから。むむ、まずまずあの合格点はやれないけど分かってるやつは頭がいい。やっぱり基本はもうあれぐらい足のできちゃってる車だったらオーバースピードで、変に後ろがグリップの悪いから流れ始めて、あっと思ってアクセル離せば離すほどどん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 慣性で外に出ていっちゃう。だからできれば後ろも同じタイヤ履いてもらって、もっとハイスピードで混んでってドリフトした方がかえって俺はコントロールが楽だと思う。お釣りが多いもんね、後ろのタイヤのグリップが多い。もう一歩っていうところを谷口ので見て、ここはまあアクセルオンオフでブレーキ踏んでアクセル、ブレーキをそっと踏むっていうのがみんなできないんだよね、はい、だいたいガーンって踏んだりするからね。舵をね、あんまりね前後に動かさないようにそのままスルスルスルってずらすんだけどね。だからね、例えば山とかでね、はい、さあコーナーにガーッと入るぞって時に、今からコーナーに入るぞって時に対向車とかがたまにパッと来たとこ、来た時とかあるでしょ、はい、そういう時とかにブレーキをうわって軽くロックさせないように軽く踏み、だからケツがふわーっと出ていくじゃん、これがグーなんだ、これを使うんだけどね。さあどうだ、巻いた雪。今のね、今の 1,2 コーナー100点。やっぱりそのなんか美的なドリフトっていうんですか、うん、もう欠点のないドリフトみたいのがすっげえ難しいっていうのがよく分かりました。下釜くんは実力チェック後 1,2 コーナーでの高速特訓を強く希望。舞田くん同様2速のコーナーでしかドリフトをやったことがなかったからだ。さあ気合の入った走りを見せてもらいましょうかね。さっきのドライバーと一緒で1コーナーをコーナー、2コーナーを分けちゃってる、一つのコーナーとして取ってないからああいうのになっちゃうんだよ。そこで塾長がお手本走行、ほとんどアクセルベタ踏み、こいつはズバリ真似できねえの巻。後ろがねハイグリップなんだよ、4本ハイグリップタイヤを履いてるから、もうとんでもない速度域で入ってこないと無理だよね1コーナーは。じゃないと2コーナーまで続かない。それでちょっとこれノーズが入らんすぎないことないです、かなり半分ぐらいアンダーでしょ、だいぶ待たなくちゃいけない。フロントよりもね、リアの方がグリップしてるんですよ、ね、だからタイヤ変えてみないと分かんない。要するにもうフロントにちゃんとしたタイヤを入れてやってみないと分かんない。リアの方が食いついてるから今。どうやらリアのタイヤがなくなり、フロント用のダブワンを後ろに履いたためアンダーが強くなった模様。そこで急遽フロントにネオバ、リアにドリドリパッドをつけて走った。しかしアンダーは消えない。これはなぜなのかしらんらんらん。川崎俊英のマシンチェックということで私乗ってみました。乗ってみたらですね、いい車悪い車これはっきり出ましたのでご覧ください。どうぞどうぞ。さあ14号車がですね、これ乗った感じ非常にバランスがいいわけですね。で何かというと、まあこの車高といい前後の車高のバランス、そうそうそう、こういうものがちゃんと出てる、
片やこのナイトライダーの方をご覧ください。フロントが浮いてますね。ケツ下がりですね。で後ろが14号車に比べて14号車よりもさらに低いですね。14号車ご覧ください。ご覧になってください。ご覧ください。イヤフェンダーと、タイヤの隙間ですね。そうですね、間隔見てもらう。で10ブラックリミテッドナイトライダーの方は、ね、さらに落ちてますね。さらに落ちてますね。でフロントはかなり空いてて、14号車の方はなかなかは、まあ俺がねかつてその15年前に乗ってた車高であると、はい、ああいう感じですね。ああいう感じだから14号車の方はこう乗っててフロントがちゃんとこう路面に対して接地感がある、ね、でステアリングレスポンスもちゃんと来る。かたやあのナイトライダーの方ふわふわしてますね。浮いてんですね。モーターボートですね、はい、だからねフロントの接地感がまずないわけですよ。でまあブレーキバランスもちょっと悪かったので後ろにドリパッド入れたりして、はい、まあ、これはリアに今だとスプリングのスペーサーも出てるんで、ね、とりあえずお金がなければ本当は全部取り替えろと言いたいんですけど、まあ、リアにスペーサーを入れて車高を少し、上げてやればフロントもちょっと出して、はい、でフロントはもうちょっと落とさないとダメですね。車庫帳でも入れたらどうですかね。多分お金ないですね。でもねお金ないですか。車綺麗なんですけどね。車も綺麗ですけどね、はい、まあお金があればやっぱり車庫帳ですよね。86はそうですね、前だけ買えばいいだけですから、まあ、とりあえずこのまま行くしかねえってわけでね、特訓再開。惜しいな、今ねアクセル踏んでりゃよかったんだよ。滑って裸足しちゃったから感染になっちゃった。滑った時にアクセル踏んでれば前押し出すから。カウンターの量を少なくすると速いドリフトできるっていうのが分かったんですけど、なんていうんですかね、すごくなんかちょっとしたことでコントロールが難しくなるじゃないですか、うん、でそういう時なんかフロントが例えば食って逆に行こうとした時とかありますよね。そういう時の対処の方法とか、だからカウンターを当てる速さが遅いの、はい、もっとスーッと流れてきた時にはパーンと当てて、はい、でも戻れそうになった時にはパーンと戻してるっていう、あ、その速さを詰めていくこと。早めにカウンターを当てて戻すっていう感じで、 それを速くしてくる、はい。ああいう時はね無理に戻ろうとしないの。惰性でスーッと行って一番段差のないところで戻ればいい。無理にコース上に戻ろうとしない。いきなり石コーナーから流してきたぞ。なもしいい感じ、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 オッケー。反則だからね、上出来、オッケーです。やったやった。はい、特訓を終えました。はい、どうですか。最後やっとコツっていうか分かってきたんで、うん、全然できなかった1コーナーから2コーナー目のつなぎがようやく最後でできるようになったんですごく嬉しいです、はい、なぜできたんでしょう。やっぱり土屋さんの横に乗って、うん、ブレーキの使い方を見て、あとはもう度胸一発スピードを乗っけて、うん、そうそうスピードね、グッて踏んで出たってコントロールでなんとか、まあ、86やっぱ難しいね。うん、やっぱ86っていうのがさ難しくて、やっぱりドラテクを磨くのには最適な車と、まあよかったよ今回かなり上達されましたよね、うん、初めひどかったからね。なんか11号車誰だっけ、11号車もなんか全然アンダーステアでね、はい、FF みたいだったけれども、ね、うん、ちゃんとカウンター当てて、うん、ちゃんとつなげるようになったし、まあ一人ずつ今回はですね検定をまた渡したいと思います、はい、11号車はい、シルバー、はい、さあ頑張って練習してください、はい、西尾さん、トバージョンシルバー、はい、こう1点、はい、めぐみちゃんホットバージョンシルバー、はい、最初よりスピードも乗りも良くなってます、ね、だいぶスピードが乗ってきた、はい、舞田さん、ホットバージョン、これがシルバーゴールドでいきます。おめでとうございます。下川さん、これも今回はですね、ホットがゴールド、上級にちょっと手が届いてるかな。はい。まあ上手い人っていうよりもね、初心者 初級ぐらいの方がね、上達が早いですね。はい、まあ今回の人たちはみんなホットバージョンは白いステッカーだなと思ったんですけど、だんだんみんなシルバーとかゴールドシルバー手に入れましたけれどもね、次回お楽しみに。